おお。わ。あ、寝てた。まずい。マジかよ。お手さん。キラリ。どうでしょう、先に私でもいい。いやー、よつかちゃんに言ってもいいですよ。いいですか？なんか変わらんやん、はい、すみませんが、赤ネズミです。はい、行きます。はい、お願いします。お願いします。お願いします。そやそや、嘘つきにくくなる。なんで、そやそや、もう寝てるやついる。そやそや、おやすみなさい。ふりだろ。誰が相方だ。ネズミだ。初手ネズミで本当のことを言うわ。白鳥頑張る。頑張れ。ねずこちゃん。おお、おお、わ、あ、寝てた。まずい。ちょっと、何？これ倉間くんかな。うん、多分じゃないかな。お、いや、無駄なこと言って。マジかよ。お手さん。キラリン。あ、おいちゃん、あ、いない。俺は興味深い結果だな。ふむふむ。どうでしょう、プテさん、先に私でもいい。いやー、よつかちゃんに言ってもいいですよ。いいですか？なんか変わらんやな。すみませんが、赤ネズミです。わざとらしい。じゃあ、いやいやいや、クラマが魔術師です。あ、違うの。あ、違うか。なので、うん、ヨツハが、うん、ネズミをこう能力を使えるのは赤しかいないもんね。赤ネズミがヨツハで、クラバが魔術師まで見えてます、うん、僕は。まあバカかもしれないけどね。あ、バカの時もあんの、うん、赤って出んの、バカが、うん、バカはね、何でも出る。あ、じゃあ赤ネズミって出てるしなって感じ、ね。まあ、だからキルを着てない。あ、確かに。でも赤ネズミってピンポイントで言ってくるのはなんか、よく出る、これよく出る。確かに。プテさんがブレイマーされてるまでありますよね。ああ、可能性はある。ああ、あるね。その挑発が入ってんのこれ。確かに。挑発が1個入ってて、キルが起こってないから。そう、問題です。いつだ、分かんないってことか。すみ、黒幕の結果を聞いてから、黒幕の精査を知ってみることで、プテさんが本物かバカなのかを考えましょうよ。まあ、黒幕の死は聞こうね、確かに。あ、僕じゃあトラッカーです。はい。いやです。で、寺蔵さん家で泣いて出てます。いや、出ました。ああ、お、じゃあトラッカー他にいるか。あ、トラッカー、トラッカーいない。ああ、もうダメだ。クラマくん、クラマー、なんで誰か言った。あと思ったのに、あと思ったのに、誰か言った。でもさ、これクラマ苦情すなだとしても全然プテさあるもんね。誰が言ってる。あたりと思ったのに。だって最初から言ってました、夜の時点で。そういう時に絶対ネズミとかインベスティゲーターで見られるんだよなって言ってました。とりあえず挑発出した方がよくない？挑発。はい、始まりです。はい。え、でも初日にも良かったけどね、赤2枚が絶対生存して明日迎えるから。そう、出る理由ないなと思ったけど、まあでもなんか出てほしい人が何名かいそうだったので。だって影丸が死んだ後赤が乗っ取る可能性もあるじゃん。ああ、なるほどね。うん、だって僕が結果出るからね。見ること自体は分かってるからね。うん。なるほど。Okay。武田さんが赤だった場合って、今日キル役職がキルしてないのが違和感か。違和感あるよな、そうそうそう。非常に言いにくいんですけど、僕は止められています。OK です。え？ネズミってこと？あ、それは誰か言わなくていいか。ネズミなの？はい、え？いや、何も言わなくても。あ、ただ止められただけじゃん。あ、ちょっと止められただけ。うん。この村にネズミはいらっしゃいますか？ネズミじゃないです。
ここはおらんのちゃう。違う。ネズミだったらもうさすがに出ると思うけどな。うん。俺、まあ正直なこと言っていい。正直なこと言っていい。うん、俺もプテさん赤ネズミでほんまの結果クラマクに言ったと思ってる。ネズミの。いやわかる。全然あると思います。でもそれは全然あるよね。本物ですなのか。なんか結局トントンなんだよな。どっちもありそうなんだよな。って言われて青まで削っちゃうともうほぼ人外勝ちなくなっちゃうからな。次のキルとかでつまらなそうだったらもうプテさん釣っちゃえばいいんじゃないかな。まあ、僕何もしてないんで無害なんです。確かに。まだ何も。まだ何も一人も持ってきてない。マジで好きな。今結構来やすい環境できちゃったからダメです。ごめんよ。なんやこれ。止められた？あら。なるほど。オーナー、うーん、影丸行くわ。まあネズミが来ちゃうのは勘弁してほしいですよね。なになになに、いっぱい来るね。こんなん無理やん。あー残名だ。ポリちゃん、ポリス、ポリちゃん。でもまあ家出てないです。うん、誰が家出てないって？出ない。わし。私も。わし。私も。あ、オッケーです。ってやつね。あ、なんやねん。あ、一応。あ、トラッパーいいですか？はい、僕です、はい。あ、トラッパーです。はい、カゲピの家に置いて、誰も引っかかってないです。ほう。今日？俺も行ったけど。お。テラゾさんは何で？トラッパー。あ。うん？お？かかったりとかは？かかってない。いったも？待て、かかったの？さっきやったところだ、ゼミで。でもさ、ってことはさすがにどっちかは引っかかってないといけないってことだよね。いや、まあそれかもう一人とか。トラッパーバカが先に行ってたらあるんじゃないか。ああ、まあそれもありそう。トラッパーバカ先、本物トラッパー後で行ってたら、かからない。初日がよ、初日は私ヨスガちゃん。初日はリオンちゃん家に行ってます。で次にカゲピ。うんうん。全部で今日っていや僕に、うん、僕にとって大事な日なんですよ。そうですよね。いやそうだね。いやこれどうなるんだろうなと思って。えこれ影ピの挑発？あそうです。僕挑発出ちゃってて死にやすいと思ってたんで、うん、あそうだと思ってあの守りに行った、うん、いや僕死ぬから赤が落ちてないから釣りを飲めないのよ。で僕今日も家出てなくて昨日は、うん、まあ魔術師見ただけだから、まあ腰痛派がバカのケースはまああんまりないと思ってるけど、腰痛派が赤の時はちゃんとブレイマーとセットでやってそうだなと思う。僕だから釣られたら赤とかが出ちゃうんじゃないかと思ってるのね、このキルペースだから。なるほど。今日さ止められた人いるんじゃないですか？あ、砂川さんに。まあそうだね、キルされてるとしても。そうだね。うん、確かに。やって外出てない人のとこ行ったのかな。あ、昨日猫背を止めたのがスナパイさんの家に来たんじゃね。僕のとこ来たんじゃね。多分そのテさんとこに行ってるのはスナパイです。なんかねその感じする、うん、エンドはスナパイさんどこ行ったの？そしたらテさんじゃない？テさん家に行ってもおかしくないの？いやでもスミちゃんは何だったっけ？スミはプテさん家に行っていてプテさんが家から出てきてないです。おだから僕は出てない。僕は新ネズだから出てきてないのよ。え、ヨスガちゃん何なの？ポリス、ポリスです。あ、ポリスなんだ。トラッカーじゃないです。ポリスです。初日はリオンちゃんが家から出てきてないですね。あら、うん？どんなリオンちゃん？出てる出てる。だって、うん、息子さんついてるもん。いやまああってもバカってこと。じゃあ、いやヨスガちゃんがバカでいいんじゃないの？まあバカかまあ嘘か。すれ違ってもないですか？すれ違っよ。ってこと？リオンちゃんってトラッパーだから、あ、そうか、一応だからまあありえん。そうそう、でありえんの？トラッパーの
レオンちゃんが真ならありえます。あ、ありえるありえるありえる。あ、ありえるんだ。真じゃなければわからないです。僕のやってることって初手でクラマくんの青を言って、まあ四葉ちゃんに赤だって言われたけども翌日も家を出ずにあの何もしてない。それ隅つるんだったら、 その相方を釣った方がいいと思うよって感じですね。プテハシさんの相方マイマイネクロルの使用。そうそう、まあ、そうなるね。使用しますね、はい。初日にバカ隠しました。というのも私ヨツハさん家に行ってポリスです。止めてますません。あと止めたつもりだけども止めてない。うん、出てないから、あ、やばバカだと思って出てない。今日は家を OK です。ネクネ様、はい。いや俺初日プレイマー説あげたいけどな。だとしたらヨツハちゃんなんじゃないかと思うけど。いや、どっちの自分の役職は、うん、あ、猫上。あ、僕はあの挑発者です。今日はちょっと僕が動かすの怖い。なんかもうネクロル入れちゃうよ僕。300円いや、それは早計だな。え、あ、おやすみなさい。なんか耐えたわ。耐えてくさ。もう僕ずっと出ないわ。影でいいんじゃね。頑張れ。どうだった？ナイスー。すごい生き延びるな。あ、うん、まあ確実に通るとこだよね。昨日トラッパーって主張する2人が言ってるから、うん、あれトラッパーって同じとこ行けないんだっけ。合ってるっけ。行けんじゃなかったっけ。行けるのか忘れちゃった。行けなかった。行けないの。私行けないと思い込んで他の人やっちゃった。自信ない。この挑発影丸の。いや、僕ですね、ネクロルです。あ、ごめん。そうなんだ。すみ、昨日ネクロルさんを止めたっていうことになってるんだけど、ネクロルさんが家出てるからすみバカな。やっぱりプテさんが家を出てないっていうのは分からなくなったっ、ね。分からなくなった、ごめんなさい。うん。でもそうなるとね、結局スナパイさんがどこ行ったか分かんないから、言ってないことはないと思うし。全然うちんちもあるんじゃない？分かんないけどね。プテさん行ってるところは普通にスナパイさんがプテハシンチさん家に行ってると思って、もしそうだとしてもプテハシさんは絶対止められると思ってて外に出ないっていう選択もあり得るから全然白くはなってない。うんうん、まあね。ところでネクロルさんはどうしてアマハネさんにと挑発してみたのかなって思って。いや僕は初日止められて、うんうん、で初日にキルが起こってないことから僕は赤ではないので。ってことは、うんね、で他に止められてる人がいないからブレイマー合わせのネズミ講師をしたように見えているからです。1,2,3,4,5,6,7 2日目はなんで出なかったの。2日目は僕が挑発するとちょっと本当に怪しい人が釣れなくなりそうだったからで、ヨサハちゃんに入れようかと思ってたんだけど、うん、じゃやめて、やめました。もし私がさ、ブレイマー倒してプテさんに塗ってたらさ、もっとプテさん釣り押さないとおかしくない。そうなると、ネクロルさん目線のアマハネの相方のブレイマーって誰だろうってなってほしい。そうだよね。俺はポリスの誰かで、しかも、だって2人ともポリスの…マイマイヨスガってこと？あ、そう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 。一応、私今日はテラゾーさん超いて誰も来てない。テラゾーさんって何でしたっけ？トラッパーです。日本テラゾーがトラッパーって言ってる。私はテラゾーさん知能気に入った今日は。誰もかかってない。家から出てません。で、私どっちみちなんだけど、プテハシさんかヨツハさんのどちらかに赤がいると思ってるんですよ。うん、なので、うんうん、その視点をクリアにしたい、お互いの。僕はマイマイちゃん視点はさ、うん、そのバカとか、うんうん、なさそうって感じなのね。うん、例えば、ね、私がバカで、プテさんに間違った結果を残してて、プテさんが死んっていう可能性もあるんだけど、それはバカネズミの可能性ね。
これはね、推理にはなっちゃうんだけど、アマハネさんがそのネズミ赤っていう風には主張していることから、うん、まあ、ネズミは行使してるんだろうなと思うんですね。だからゲーム的にもそうだ、システム的に。そう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 。まあでも全然可能性は全然追えるけどって感じ。だから相方ってのが誰軸での相方を探すかって話になるかな。かなりまあ前前結構僕マイマイは人外かと思ってるんだけど、うん、まあその意見に賛成で、うん、まあ初手で赤ってぶつけてきて、うん、まあうまく噛み合いすぎてて、まあブレイマーがいるようなキルプだと僕思ってるんで、うん、まあ四つ葉プラス僕はマイマイ四つかだったらマイマイっぽいかなと思ってたから、まあ、マイマイさんの結果ごめんなさい、もう一回お願いします。最初からマイマイはもうバカバカ。そうなんですよ、あの四つ葉さんにうちに行って出てきてないって出た、うん、でも天音さんはネズミ行使したバカかく2日目家出てない、今日なんですけどプテハシさん家に行きました。で止めた判定出てます、うん、この理由がプテハシさんは絶対殺されない人なので、万が一何かの能力を行使した人が、まあ、出た場合に私は白角になればいいと思った、うん、なるほど、そういう思考です。私知ってんのキルペの遅さだけど、プテさんが1日目能力行使のネクさんがキル予定だったけどポリスに止められててゼロキルだったんじゃないかなって思ってるから、うん、じゃあ四つ八丁目線は猫王子が赤、うん、そしたらネクロルさん釣りません？ええやだけど、マイマイアマハンネ四つ葉からの提案を受け入れないから僕視点は、まあ四つ葉ちゃんに入れよう。今スミスミからの提案だよ。いそが。あごめん。ネクロラに入れます。え四つ葉ちゃんも怪しいけどな。入れないとダメで。えそんな人がいいんだ。ごめん。ごめんね。いやわかんなくなっちゃった。頑張ってプテさん赤だよ。プテさん赤だよ。死ネズミ？死んですよ。死ネズミ？行けたわ。いけマイマイ行く。では、テラゾー行く。いいね。ナイスー。この初手の何だ？なぜ生きてるんだ？ボマ恐ろしい！怖すぎ！そっか、ダメなんだ。耐えた。終わった。これはどうなるの？まあまあまあ釣ってるんだけど、釣っても負けなんだよな。そっか、挑発が入ってるからね。そう入ってるから。私入ってるけど、もうやめようよ。最後の抵抗は。僕も最後ね行きたいな。ダメ。もう入れちゃってるから。もう入ってるんだよ。入っちゃってるんで。じゃあ、あとは相方に託します。それではさよなら。マジか。でもこれ死ぬわけじゃないもんね。ピョンって飛んでいくだけだもんね。そうなんです、素直に赤ネズミじゃん。画面端で遊んでます。はい、というわけでね、素晴らしいですね。あ、これはもう議論の展開でリオンに全く伸びなかったので。すごかったね。うん、素晴らしい。なんであのネクロールさんを赤にしちゃったんだろう私。いやもうあれは止められたって言ってたからだ。初手のそうもう絶望してたけどな。ああ終わりだ。だってちょっと半笑いだったもんね、プテさんね。いや半笑いやったらクラマの魔術引いたからだけど、あ、四つ葉が、そう四つ葉が来たから、うん、その後はもうナエポヨだったもん。ナエポヨだよね。まあまあまあ、出た出た。人外でネズミ引くのナエポヨだよ。いやでもこれはリオンのナイスね、バリとネクロルさんの土地狂った挑発のおかげで、ね、悲しい。なんか噛み合ったな。でさより私が怪しかったんだよね、多分ね、ネクさんの中ではね。そういうことっぽいですね。ナパイさんが、う
ポリスで死んでくれたのがブレイマーでしょ。ありが危なかった。いやそうなんだよね、と止めた結果持ってたからね。そう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 、あ終わったわと思ったけど、あのキルがうまかったわ。いけるよね、いけるよ。おはようございます。おはようございます。素晴らしい朝がやってまいりました。これおはようございます。はい、GG だよ。GG だよ。終わりながらいいんだよ。おいずー、やったー、やったねー、やったやった、全然わかんない。やー噛み合ったね今回は。GG だね。いや初日間違えてキルできなかったのがマジその程度わかんなかった。マジなんかブレイマー感出てたもんな、そのおかげで。よかった、間違えた。あれ初日にネズミ、おそらくプテさんが赤だろうなと思いつつもう一人がキル役のはずなのに動いてないから変だなっていう、うんね、選択したつもりができてなかったんだよね。初日に止められたネクさんが赤に見えるという思考はわかる。確かに、うん、ヒルミスしてるのはちょっと考慮に入ってなかったっす。なるほどですよね。まあだからブレイマーがもう一人動いてんだろっていう思考でね。そうそう、今回はすごく残り時間の脅威が感じられた回で、ヨッチには入れたくなかったんだけど、最後にネクオジヨツハっていう選択を迫られちゃうと2票入ってるヨッチに入れざるを得なくなっちゃった。うん、でも結局両方村だもんね。うん、そうだよね、釣れないよりはっていう、そう、どっち釣れても美味しかったね結局。もう一人の青が分からなすぎてずっと怯えてたよ。リオンの赤もなかなか追われ、あの思考の外にあったっぽいから。あったね、うん、でも矛盾っぽい結果は落ちてたから、なんか影丸家に伸びないことはなかったけどね。